落とします。流した打球は相村と取って、ボールを拾って一塁送球、ありがとう村田君。はい、君もう君いか、もう君決定、君首蹴って、ありがとうありがとう。何度目じゃお前。皆さんどうもピーマンです。今回は5月の31日楽天3連戦の3戦目をプレイしていくぜ。ここまで2戦してきて2勝、今日勝てば3立てとなりますね。まあこれ非常に楽天ファンにはね申し訳ないけど、俺空気読まないとこあるから、まあ1回ぐらい勝たしてあげてもいいんじゃないかなって。この1カードしかないからね、交流戦戦うのはね。これが最後の楽天戦になりますから、まあ1回ぐらい勝たしてやってもいいかなと思ったんですけど、やっぱ無理ですね、空気読めないから。うち読めないね、お願いしますよ。3立てといきましょう。2連勝と来てますからね。現在もリーグ3位に上がりましたよ。ただね今混戦状態だ。3から5までのゲーム差そこまでないよね。そこまでないからね、またちょっと負ければ順位ガッグッと下がりますからね。負けないよ、負けないようにやっていこう。じゃあ3立てをかけた試合や、私ピーマンが得点のチャンス、そして失点のピンチ両方でプレイしていきますよ。確実にチャンスで打ち、ピンチでは抑える、やっていこう。さて今日のベストオーダーだね。おお、なんだこのベストオーダーは。なぜ鈴木がスタメンになってるんだ。1番じゃないね、センターは長野、ほんでライトには亀井を入るはず。なんで亀井がセカンド守ってるんだ。俺の知ってる亀井じゃねえな。で亀井はライト、セカンドに立岡を入れてるはずなんだかな。ベストオーダーがぐちゃぐちゃになってるね、いじめかな。よし2番に亀井を入れよう。今日は絶不調だけどね。いや今日は絶不調ならばちょっと下位打線に送るのもありだな。俺やっぱその日その日の調子によって変えていくスタイルだから。長野もね今ちょっと怪我してて本来の実力なかなか発揮できませんからね、厳しいよ。ほんで指名打者のキャッチャーは阿部起用で、ファーストオードル村田3番か。まあいいか、まあいいや、もう一度だけ村田を信用したいと思います。で指名打者にセペダ入れようかな。セペダでレフトに高橋、あーこれ強いじゃないか、強いね。ほんで5番坂本、おおセペダ2番、俺はメジャー方式で行くよ。でセペダ選べるからね、本当優秀な2番バッターだと思うよ。俺の起用法は絶対に合ってると思う。やっていきましょうよ。原監督もし見てたら聞いてくれ、絶対ありえないけどね。おお通算先達三振目前の大竹が先発なんだね。いいじゃない、この3立てをかけた試合でそういうピッチングをしてくれて先行を達成できたら気持ちいい試合になるだろうね。俺の記憶に残り、見てくださってる皆さんの記憶に残るね。でもこういう時に大炎上やらかしたら即2軍に送るからね、遠慮なくね。俺遠慮って言葉知らないから、うち優しさないねん、よろしくですよ。先ほどの話に戻りますが、俺セベダ2番起用は合ってると思うよ。やっぱフォアボール選ぶ能力があるからね。1番出てセベダフォアボール、3番課金1点です。これが理想の形だね。ほんでこっちのセベダめちゃくちゃ打ってますからね、あの打率も期待できる、3割打ってますから現時点で。よっしゃ行こう。もう楽天ファンの顔見てよ、死んでるでしょ、勝つ気ゼロですよあれ。もうファンからして負ける気できてる。うわー、しかしここで松井裕樹先発か、素晴らしい成績。ただ先発ではなさそうだよね。抑え起用で出てる感じがするけど、今日初先発になるのかな。あっさり凡退で、オードルはどうだ。3番起用で使ってみたが、ここも凡退だ。このオードルを3番起用で使うのは初めてになるかな。初めてだね。さて、いきなりピンチできたぞ。セカンドランナー松井和夫、ワンアウトランナー2塁か。1回からピンチ招くピッチャーっているかな。いらないと思うよ、頼むよ。大竹行こう。なかなかモーションが難しいね、つかめないわ。よっしゃ、甘い球ばっかいってる。この打球はファール、ダメ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 、なかなか難しい。リリースポイントがつかめない。バルカンチェンジ、ミラバルカン、ゲッチゴーツさんです、いただきました。モンハンの力を借りちゃったね、ミラバルカン。さてここで中川、素晴らしい気打ってるんだよな。打ってるけど君が4番ってなんかイメージ的にね、なんかだって俺知らないんだもん君のこと。だから怖さはないよ、数字から見る怖さはね。はい見て、あっさり凡退、帰れ、ありがとうね。中川くんが空気読んでくれたね、ありがとう。バルカンチェンジがやっぱ大竹は武器になるね。バルカンチェンジで合ってるか分かんないんだけどね、チラッと見ただけだから。行こう、この流れに乗って4番阿部のソロホームランとかあるんじゃない。はいトゥーベースありがとう。でチャンスですよ、もう素晴らしい。阿部はもう最高すぎるね。来季もよろしくですよ、再来年もよろしくね。よっしゃ松井裕樹から打つよ。
さあ先制のランナー、わーすごいスラーブだ、まあ、ここ振っちゃうね。俺来た瞬間ボールって分かったのに。ダメだ、球威のない球が2球連続来たんだが、それを振ってのショート松井、ややこしいな松井松井でダブル松井じゃねえかお前。さて高橋由伸行こうよ。開幕当初4月までは絶好調だった高橋も最近は打てず打率は2割3分台、ホームランもね本当どえらいペースで打ってたんだけどね、最近はもうスタメン起用であまり使うことはないですから。この打球はボテボテ、サード走る、阿部どうだ、阿部挟まれたか、ノー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 ちょっと待ってみんな、打てる気しないんだけど、打てる気ゼロなんですけど、うち何、村田が繋いだ、ここで亀井、亀井、亀井来たよ。ここちょっと失敗だったね、亀井は今日スタメンから外しても良かったかもしれない。絶不調に加えて亀井は対左に弱いからね、対右専用バッターだよ。対右になると亀井本来の実力を発揮できるが、対左になるとこのようにミートがちっちゃくなるんだよね。それに加えて絶不調ですから、もう打てる気しねえわ。ダメだ、打てない、分かってても打てない、打とうとしてないのかもしれない、俺の心の中で意思がないのかもしれない。これ投げられた瞬間ゲームオーバーだなってこと分かってるんだ俺、もう打つ気してないでしょ、バット動かしてないもんね。もうとにかく球数を稼ぐ戦法だ、自滅を待とう、打てる気がしねえぞこれ全然ね。もう一度チャンスで回してきてももう打てない、俺先に言っとくぞ、打てる気がしない。うわーあっさり1点、早すぎる、それも下位打線じゃないか大竹、憎くて仕方がないね。そんな簡単に下位打線に点入れられる。この打球も抜けて亀井のレーザービームはどうだ、ランナーストップで2アウト、まずいなぁ。いやいや今日2点入ったら間違いなく負けでしょ、勝てないよ。この打球は嘘、はい、一入間2点目ありがとうございます。あっさり取られましたね、最高の球が決まったと思うんだけど簡単抜けたわ。はい、今日は負けだ、終戦終戦、ゲームセットです、帰りましょう、皆さん帰ってください。3立てなんてありえません、ありえません、そんなもの最初からなかったんです。はい、Dカーブ、この打球は捉えられて、この辺りはどうか、ワンバンのヒットになりました、セカンドランナーホームイン、やめていいですかね、やる気というやる気がなくなったんですけど、内角のあそこのカーブ、まあ、球威こそはなかったが完璧にコースは決まってると思うんだよね。あそこを打てるバッターがね3割打ててないっていうのは理不尽すぎないかい、あそこ打ててないやつが3割、もういいや最高のとこに決まったよ今の、よっしゃ、これでとどめじゃ。この打球はファール、引っ張られてんだよな全部、よしボテボテアウト、坂本頼むよ。はい、ようやく長い攻撃が終わった、しかし今日はもう3点入ったから負けです。もう勝とうとしてないよみんな、よろしくね、勝つ気ゼロですから、やる気と勝つ気ゼロで俺今やってるからね、モチベーションというのは無理もない、勝とうと思わない。セベダ打たない、オードルはどうだ、ダメ、後が続かないんだよな。さてとりあえず大竹抑えてくれ、今日はもう負けでいい、でも先達三振を達成するんだ、またもじゃないか、もう何なのそのすぐツーベース打たれる癖、君ほどツーベース打たれる人なかなかいないね、ギネス乗るんじゃねえかこれ、乗るね、世界一ツーベースを打たれる人間、ツーベース率高すぎるでしょ、シングルでいいじゃん、一、二遊間ボロボロ抜けとんなねえ、あそこめっちゃさ、もうこれで3本目のヒットなんだから、ちょっと空気読んでセカンド寄れや、なんでそんな対策しねえんだよコンピューターかロボットかお前は、面白みがない、人間味のね、人間としての面白みが。2杯詰まった球、長野の方を考えればそもそも取れないっていうね、完全取ったと思ったわ。5点目です、ありがとうございます。完全に俺は取ったと思ったけどね、取った前提で今長野の肩の話してたからね、長野の肩力を考えればいけるだろうと。いやもう今日は晒し上げですよこんなもん、もう2軍行きは確定してますからね、荷物抱えてまた2軍球場へ行ってください、呼んですぐごめんね、ボロボロに打たれるわ、何投げてもねコースは完璧に決まってるんだけどね、プロスピは球威が大事ですから、ええ、
あのコースがいくらどこ決まってようがもう球威がなければ打たれますからね。そういうゲームですから、あのコントロールいらないっていうね。結局何が大事かっていうと球威なんですよ。球に力があれば打たれない、逆に球に力がなければどんな完璧なコース決めても打たれる。フォアボール6点押し出しです。2番バッター藤田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。欲しいのはゲッツーだ、頼むよ。ミスさん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。この打球は、はい、オードル投げてアウト。ファーストは一塁はセーフ。アウト欲しかったな、ダメ、ゲッツー取れない。しかしこれで、まあ、7点目は不正だよね。ここで銀次、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトです。はい、ランナーが入れ替わっています。はい、低め、これは外れた。流した打球は落とす、落とします。流した打球は、はい、村田取って、ボールを拾って、一塁送球、ありがとう村田君。はい、君もう君いか、もう君蹴って、君首蹴って、ありがとう、ありがとう。何度目じゃお前、これ前回もあったぞ。おい、ふざけんなガチで。いかん、首蹴って、もういかん、いかん、使わん、絶対に使わない。もうふざけてる、こんなクソみたいなエラーやらかして。井端をファースト起用、ほんで、オードルを三塁に回しましょう。ダメ、本当に打たない上にこんなクソ守備、もうありえないよ、ガチでありえない。小学2年生の子供みんな言うとるわ、あいつありえねえと、あいつ何なのって、あいつなんで巨人来たのって分からへんわ、みんな関西弁で言うとるわ、ふざけとんねえ。あんなお前野球好きの子供が何人見たら思うよ、あのおじちゃんかっこ悪いと思う、あのおじちゃんチャンスでゲッツーしか打たないと思うよね。とりあえず終戦だ、オッケーオッケー、もういい、もう勝つ気はない、うん、10点目です、オッケー。もうとりあえず私がこれ以上ピッチャーの方をしてもボコボコに打たれるだけなんで、ダイジェスト設定の方でもうチャンスのみでプレイしていきましょう。ピッチャーの方はプレイしません、今日は抑えられる気がしない。と同時に村田に非常に怒りを覚えた。大竹はもうこのまま行くよ、ぶっ壊れるまで行きますからね。もう大谷じゃねえよ、大竹ファンには悪いですけど、もう行く行く、関係ない関係ない、スタミナ切れても行く。もう非常に今日はダメだ、村田のせいだ、全部村田に壊された。俺のメンタル保ってましたよ、イライラをね、打たれてるけど黙って投げ続けてました。でもあれ2アウトランナー満塁であれほんでまた左バッターであれ、右バッターならアウトになってたケースもあったと思うけどね、左バッターであれ、緊張感まるでなし、信じられないね。プロ野球選手何年やってるんだろうね、あの人。この打球はどうだ、いいとこ打った、いいとこ打った、井端の足は勝てないね、ですよね、分かってた、打った瞬間分かってた、アウトだなってことは。うん、バッティングの方でもダメだね。よしよし、もう飛ばしていきましょう、今日はもう負けなんでね、もう試合結果見るだけ無駄ですから、チャンスくれば黙々と打つだけです。さてセベダ行こうよ、ホームラン3本で5打点というのは悲しいけどね、ほとんどソロホームラン、いや全部ソロホームランなんだろうね。でも大丈夫、ここで打つ。うわー、どうだこの打球は、絶対空気読んで落としてくれ、よーし落ちたね、ありがとう、多少空気読んでくれた石峰だったかな。よしカモン、トゥトゥ、追い込まれたら強くなる、このスラーブが厄介だからね。これでフルカウント、よしカット、いいぞ、ファーボールもある、次はオードル、よーし選んだ、素晴らしい、これが手法ですよ、これが理想的な形なんだよ、これができるからうちのセベダは。でここでオードルですよ、初球はボール、インハイ、いいコース決まってくる、インコース素晴らしい球、この打球はありがとう、ありがとう、素晴らしきゲッツーだ、子供たちは喜んどるね、東北の子供たちに元気を届けよう、ありがとう、うん、あのこれで元気になってくれたらいいかなと俺は思ってるんでね、素晴らしいじゃないか、褒めるとこしかないね、うん、はぁ、もういい、とりあえずチャンスで回せ、チャンスで打つ、打てる気がしてる、打て出してきてると思う、まだ1本も打ってないけど、ここで亀井、ほら見て、やっぱ亀井は対右に強いでしょ、対右だとミート力を発揮するんですよ、対左だと厳しいんだけどね、カモン、ただ長打の能力がめちゃくちゃないな今日。流した打球は、流した打球は内野安打もある、十分に可能性としてはあるだろう、惜しい、うわー、これアウトか、際どすぎないかい、非常にいいプレーになりました、ファインプレー、
そうですね。うわー、惜しいな。あと総力ポイントが1に高ければという打球だね。はー、悔しいわ。さて、終わりましたね。はいはい、試合の方が終わりました。いやー、もう今日は情けない実況になってしまって申し訳ないね。3立てをかけた試合ですけど、案の定ボコボコにされましたよ。こんなボコボコにされることってあるかな。そして俺はチャンスで一度も打てなかった。調子に乗った罰だね。やっぱ楽天というチームは強いし、何か持ってますよね。2013年に感じてたんですよ、巨人ファンとしては。こいつらは何かちげえなと。マー君いなくなってもそれはずっと持ってたんだね。わかりました。はい、今日の打撃成績見ていこう。阿部が 4-2 とよく打ってくれたが、俺が打たなかったせいで1点も入らなかったね。村田は今日打撃では結果を残したが、もう2軍行き、戦力外は決定ですのでね。とりあえずまずは2軍で OK でしょ。で、大竹くんも2軍行きと行きたいとこだね。8回投げて、11失点ですね。よかったじゃないか。素晴らしいことじゃないか。いいことだよね。諦めずに投げることが大切だと俺は思うんでね。晒し上げですよ。お、月間 MVP 藤浪じゃないか。5勝0敗で、野手は、はい、来たー、うちの坂本、5月部門で獲得ですよ。3割2分ホームラン3本、打点17打点。これは選ばれるわ。パリーグは大谷翔平、素晴らしいね。松田、うわ、こっちも素晴らしい。でも打点ならこっち坂本の方が上だったね。はいはいはい、これで5月は終わりです。6月突入となりました。なりましたよ。とりあえず2軍行きの選手を決定していこうかな。村田くんは確実ですからね。もう俺は村田を使おうとは思いませんから、みんなよろしくね。もうあんな、これね、1回だけじゃないからね、みんな。前回もそうだったんだよ。前回もこれやったからね。ほんで点入ったからね。もう2軍行きは決定。とりあえずグッバイ。ほんで誰入れようかな。いや、ここはね、ルーキーの力を借りるという意味で、岡本、カズマ、いいんじゃない？この選手は代打でホームラン打ったよね。プロ初安打が初ホームランの選手だよね。行こう、岡本だ。もう村田なんかいらねえわ。村田ファンには悪いけどね、こんな言い方して。でも俺はもう村田を信用しないし、もう岡本と和真という一人の男、こちらを信用しようと思う。サードで使っていってもいいんじゃないかなと思うよ。ただまあサードにはオードルというね、俺の取った外国人選手がいますから、まあ、しばらくはやっぱ代打の切り札としてね、まあ、使っていくのが正解じゃないかな。とりあえず次回の実況では使ってみようかな、スタメンで。ほんでね、菅野がまだ4日怪我してて戻れないんで、まあ、大竹を引き続き使っていくしかないんでね、他のピッチャーがいないんで、俺もその日の調子によってバンバンと2号落としていくからね、悪い癖なんだよ。なので大竹は引き続き、入ってもらいましょう。まあ、多分次大竹が投げる頃には菅野戻ってくると思いますのでね、大竹の2軍行きはこれで終わりだ。よしよし、なしでね、今のところは。はい、じゃあ次回の実況からオリックス戦が始まります。申し訳ないね、今回は終始グダグダ&ボロコボコにされました。こんなボコボコにされることってあるかな。泣けてくるね。チームも4位に転落。しかしその差 0.5 ゲーム差ですから、また次回勝ってリーグ3位になりたいと思います。じゃあ次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。